こんばんは、いとっちゃんです。さあ、今回は、ちょっと、ボイス後付けで撮ってます。またやらかしました。ミュートで撮ってしまいまして、声が入っておりません。というわけで、声だけ後付けで、今回もやっていきたいと思います。で、今回のは RW、ボックス、40枚ボックスじゃなくて、バーニングボックスで出てきたんで、これ使っていきたいと思います。持ってなかったんで嬉しいです。RW、多分これで持ってないのは、おそらく、なんだっけ、ディマコーダかなんかもう一個、やっぱガーランドか、M1 ガーランの RW ぐらいかな、持ってないの。ね、結構揃ってきたなと思います。というわけで、今回はとりあえず2本ね、当たっちゃったんで、R ラブね、とりあえずやっていきたいなと思います。やっていきましょう。はい、それではね、こちらでやっていくんですけれども、ほんとね、M イクなんかちょっと SML イク倍率違うような感じがするんだよね。個人的には。どうなんでしょう、これ詳しい人教えてください。シャープシューターかなと思ったんですけど、ちょっとシャープシューターより倍率が高いような感じがします。少しやりづらかった。なんか、これは、この R ラブは。もしかして違うのかもしれないけど。俺、こういうの苦手なんだよ。あんま得意じゃないんだよ、ああいうのね。まあ、1段階スコープじゃできない。できないわけじゃないけど、精度は低いかな。2段階スコープよく使うんですよね。あ、これ上手。あ、お上手だね。違う、実は。で、結構一撃でこれ落としてるけど、削れてる敵落としてるだけであって、実際はね、そんな落ちなかったっす。あ、やっぱりこんなもんだなっていうレベルでした。だからね、そんなね、こう、期待しなくていいと思います。これラッキーだね。足ダメとかの貫通も一応爆破で見せるんですけど、確か45ぐらいしか入んなくて、めちゃくちゃ低いんですよ。いや、もうちょっと入るぜっていうようなね、感じですよね。で、案の定やっぱ97ぐらいは入るから、腕ダメとか、99とか97入るから、ちょっとでも削れてれば大体、まあ落とせます。まあだからっつって、ガンガンムービング対応するのダメ。この当たり判定も謎だよね。腕だと思ったんだけど、なんか全然入ってないんですよ、あれ。これも足だ。今の足ダメかな、さすがに。で、MK やっぱ、吸収早いんで、回転率はいいなと思います。2回、打つの間に合うっていう。まあ、ただ、今時の武器1.4とかね、当たり前に出るんで、全然、もっと早い武器はもっと早いかな。だから、改造とかできてもいいんじゃないかなと思うんだけどね、MK ね。改造来てほしい。まあ、来たところで一撃では落ちないけど、これね、これとかまさにそう。これもそうだし。これ貫通じゃないはずなんだよな、ね、やっぱそうだね。9割、9割、9割。結局最後倒したのも削れてる敵。むしろ、この今、目の前の味方使ってる M24S と改造したやつとかの方がいいのかもしれないよね。で、ダメージやっぱ見てみると 9.9 でしょ？だから、やっぱり、9割カットが多いってことだね。スナイパーはね、ダメージ普通出ないんだけど、出てるってことは、そうやね。最近、この顔のバリエーションを増やそうかなと思います。あ、そう。で、これ、コメント、このさ、チャットに継承に継承で草って書かれてるけど、これコメント、あ、コメントじゃねえや、俺ね、名前をね、そう、さん付けとか、くん付けで呼ばれないように、名前にちゃん付けてるんですよ、実はね。まあ、伊藤ちゃんってあだ名なんだけど、もともと。これ小学校の時からあだ名なんです。あだ名なんですよ。で、まあ、伊藤ちゃんとかにしとけばさ、なんだ、呼びやすいかなと思って、あんまりこう、気兼ねなく呼びやすいかなと思って、こうちゃん付けにしてるんです。本当は伊藤ちゃんなんだけどね。うまい！上手俺！あ、これ下手くそ。本当は伊藤ちゃんなんだけどね。小学生の時に女子生徒からね、よくちゃん付けで呼ばれてたんだけど、とっちゃんって言いづらいから、とっちゃんってやる。まあ、そんなどうでもいい話ですよ。あー終わっちゃって。ということで、爆破でダメージ見れるんで、爆破見せていきます。はい、というわけで爆破やっていきます。ちょっと1ラウンド目ね、確かね、しょぼい死に方してたはずなんだよね。ちょっとごめんなさい、取れてなかったんですよ、これ。いろいろ不具合マックスで、ちょっとね、配信撮影してましたね。申し訳ないです。手榴弾投擲。これね、ヘルハウンドがさ、俺まさかホップ中に入って止まらなくてさ、びっくりですよ。謎の壁抜きね。
で、ヘルハンドなの、これね、バージョン2なんでね、僕知ってるの 1.0 の方なんですよ。だから 2.0 ってあんまやったことなくて。敵主流だ。上ね、空爆できねえのみたいな。で昔ね、ヘルハンドね、大会とかにでも使われたことがあって、本当に昔ね、2013年とかかな、LMT かな、リミテッドマップトーナメントとかだった気がするんだけど、あのマップを1マップに限定して大会を行うんですよ。1日とか2日ぐらいで、確か。そのいいので出たことあります。確か3回戦か2回戦負けぐらいだったような。これ多分ね、概要欄のね、大会戦歴、履歴だかなんか見てるとね、載ってるんだよ、ちゃんと。俺のね、大会何が出たよ、みたいな。やっぱね、ヘルハンドといえばここが強いんよね。でここちゃんとね、音聞いてね、降りたんだよね。待ってたら来ないから、あれと思って。降りてみようと思って。行かないよ。後ろから撃てば多分、ほとんど一発で死ぬと思うんだよね。いくら、ムービングでも。あの打ち方だったら多分、どんな武器でも一撃かなと。一番防弾が入んないとこなのかな、確か後ろから撃つと。なんか言ってるね、多分ね、動画でなんか喋ってるんだよね、今ね。この正義に、あ、多分これあれだね、ここら辺からディスポンだよなって、1ラウンドで、確か早かったんだよ、なんか敵が。すげえ早く2の説法にいたの。だから、あれそんな早いのと思って。ここら辺だよな、みたいな確か話だったと思います。でも実際確か最速で行くと、こっちの方が早く置けんのかな。さっき俺がね、遅かっただけだったはずです。C4 拾って、こうかなと思ったけど、俺は結構やられたところにやり返しに行くっていう癖があるんで、それでもう一回こっちに来てるというね。いやこれもね、下見るのもね、やっぱ2段階ズームできるスコープじゃないとね、難しい。これはね、そういうのもあってやっぱ2段階押しなんですよ。右側にいるんですけれども、あれを当てれないという。あわや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 、死にそう、あわやあわや。やばい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 。でも味方がね強くて助かったんで、確か進みますこれで。でも抜かれんじゃなかったっけな、この味方。あとやね、抜かれて俺が倒してこれは勝てるなという感じで設置したはず。っていうジャンプ確認していないくて、じゃあ投げるかと思って投げたら右行ったんだよ、すでに。ああいるのみたいな感じで言ってたと思います。まあ、普通にね、小細工なしで真正面で勝負しなきゃいけなかったなと、あれは思いました。これが悪い癖だね。使えるものは使って勝とうとしちゃうんだよね。たまにはこう、エイムでこうやりに行った方がいいっていうシーンがよくあるんで。これね、結構上に簡単に取れる場所なんですよ。で、こうやってグレネ、本当は詰めた方がいいの。あえてグレネード入れて、スモークで分断して、で、UAV 取って、グレネードで前から前に出れないようにして、詰めるとめちゃくちゃ強い。これがまさにそう。グレネードじゃないと、UAV で止めて、詰めるという。これね。あーっと。やらかしたね。結構やらかしてる。で、これ守り頑張るぞーって言ってんのよ、確か。守りから頑張ってやるぞって、1、3だぞ、こっからって。ここは結局守りマップだからね。攻めめっちゃむずいから。手榴弾投擲。ここ強いんよね、この位置。この位置結構ね、前に出ると強いんです。これはちょっと出すぎなんだけどね。ちょっと出すぎ。リロード中だ。2段階ズームできるスナイパーとかで、窓ガラス越しとかに見とくのがベストかなと、個人的には思います。意外と相手がね、ちゃんとこう下のドアを攻めてくるから、すごいなと、うまいなと思いました。ちゃんとこういうね、上下で攻めてくるのがね、強いんよ。ね、やっぱこの上取られるのもね、かなりきついんで、あんまり取られたくないなと。で、守ろうっつって。とりあえず、スモーク耐えとけばね、V でなんとかなるんだよね、ここは。なんとかなるよ、これ。ジャンプしてばあんま抜かれることもないから。一直線だけど、基本的にないです。あんま抜かれることは。当てられても足とかなんで。本当に困った時は上取った方がいい。で、ここから回れるから。上取ったらどこでも回れるからね。で、これ行こうと思ったんだけど、抜かれた位置がちょっとおかしいなと思った。2のほら、接本側なんでしょ、これ。だから、もしかして DD から抜かれたのかなと思って、これちょっと気づくの遅かったんだけど、味方があそこまで行ってから気づいた。あれ接本いけんよみたいな。じゃあこれ1やこっちやろみたいな。1やろ
で、4対4なんで、人数有利の状況でこうなっちゃうともう攻め側が超有利なんですよ。あれ、どうにかして、で、ここ壁抜けるんで、壁抜いてなんかいいとこ見せようかなと思ったけど、全然見せない。そしたらね、2対4で。で、うまくこうやって下、手前側に降りると音出ないんで、あーって言わないんで。爆弾が設置された。これね、赤点見てなかったんですよね。赤点見てればああやってあっちの方見なかったんだけど、見えてなかった。視野が狭くなっておりました。C4 発見。この正義に最後の引き金を。これね、投げたところにね、いたんで敵が。その外外れて、敵を倒した。打ち直し。ノンスコ当ててたら超かっこよかったな。怖くてね、あそこ右スライド、右に流れながらね、こう打っちゃったのが悪いんだと思う。多分、なんつうの、壁から一瞬出て、ストッピングして打ってれば、多分ね、落とせてたんだと思うよ、あれは。なんか流れ作業で打ってたから悪いんだと思う。で、まあ、なんかここグレネード入れての警戒させての、発光器という。これも弱い。あんま強いキャンプじゃないからね、これ。ただこれ引こうと思ったけど、味方が頑張ってくれてるから、ここは俺も行かなきゃと思って。してるけど、これ多分、あんまり削れてないやつ。味方かな。で、ここ意外とスナイパーで守れるんですよ。このいい角度とかで守っとくと、まあまあこれ抜かれない。今向かう。ほんと抜かれないんで、おすすめです。抜かれたことないね、ここでね。抜いたことは何回もあるけど、逆側で自分がやるから。でも抜かれることはないです。矛盾してるけど。自分がやるときは抜くのに。マジ強い、でもここ。スナイパーでやれる。で、3対2で人数不利と。みたいに、味方が結構強かったんだよな。びっくりした。俺どうくんのみたいな感じで。そうびっくりした。で、3対3ということで、ラウンドキーパーになってるんですよ。私、生き残ってれば負けないみたいなね。やっぱ守りが強いんだよね。正直ね、4年、5年前ぐらいの自分じゃね、この MX 使ってるのは想像できないよね。もう PGM とかしか使ってなかったから、なんかこういう系使ってるのは想像できない。あれはこれ上手だよね。これ味方敵連れてくの早かったね。本当に。びっくり。まあ、これ落とせないのはいただけなかったな。でも減らしたんだよ。ただ味方がね、思った以上に止めてくれるんだよね、これね。ああ、これ惜しい。で、味方来てくれてて、とりあえずね、耐えればいいかなと思って。結構削られるね。多分2発ぐらいしか削られない。結局自分でやるという。リロード。仮に負けてもね、味方倒してくれるだろう。5対2で人数有利。5対1。ここね、俺のね、下手くそさが出るんだよ。1段階ズームができない男のね、下手くそさが出ます、ここは。基本2発くらいで決まらなかった。だからあと決まんないんだよ。これなんで決まんねえのと思ったこれ。最初、あれ絶対これも取れないっすね。普通の感覚だけで取れてないっていう。納得いかないところだね。もう2発くらいで決まらなかったらもうあと決まんないからね、あんな。で、さすがに違ういっぱい やりすぎてるから、ちょっと違うとこ行こうっつって。確か違うとこ行きます。ここ負けたか死んだか覚えてねえな。グレネードね、奥面にちょっと入れてるんですけど、あんまり効果がないような。これ昔ここ乗れたじゃん、この三角ボックスみたいなさ。今乗れないんだよ、これ。あ、そう、めっちゃジャンプ打ちするはず、これ、確か。そう、ジャンプ打ちめっちゃ見せたくて、どうしてもジャンプ打ちで倒したかったの。M クのジャンプ打ちすげえだぞっていうの見せたくて。最小点。めっちゃやる数。どうしても倒したくて、めっちゃやるはず。あと壁抜きでも倒したくてやる。足んねえかなと。リロード中だ。
出ると一撃で落ちるスナイパーじゃないから出たくないんだよね、あんまりね。一撃で落ちるスナイパーだったら出るんだけど、あんま落ちないスナイパーだと出たくないんですよ。ほらこれね、でこれね、もうどうしても壁抜きで倒そうと思ってなぜか死んだけど、あっち側を倒す。で味方が抜かれて、あマジかよと思って壁抜きをしてたら敵が出てくるという、でびっくり、でこれも当たらないという、で最終的に負けるというね。もうね、倒したかったんだ、壁抜きとジャンプ打ちで。どうしてもどうしても楽しかったね。というわけでこのままね、あの負けてしまって、負けてじゃねえ、勝って終わったんです。というわけでね、後付け音声でね、いろいろこう喋りながら、ね、思い出しながらね、解説してきました。 MQ のあれだとね、まとめてみるともう今じゃあんまり使えるわけではないなと思います。これより強い武器 SMLE リフィールってね出てるし、まあ、別に他のね、それこそこの右側にあるモシンダーハントとかの方が普通に使って楽しいんで、そっちの方がいいかなと思うんですけど、でもまあ MQ には MQ の良さっていうのがあるので、まああのね、ぜひぜひ買った時にはこれ使ってあげてもいいんじゃないかなとは思いますね。改造来たらガンガン使ってあげてほしい。というわけで改造をお待ちしております。というわけで今回ここまでになります。お疲れ様です。また次回も後付けです。